今日はね、ここを見てください。群馬昆虫の森ね、東京ドーム10個分に相当するね、広大な森がね、全部ね、これ昆虫の森なんだって。わしはね、昆虫採集少年だったからね、ちっちゃい頃。昆虫に対してはね、すごいんですよ、詳しいんですからね。で、今日はね、ここから回って、まずね、昆虫観察館だね。で、わしの大好きなここだね、蝶の道、観察デッキがあるって。もしかしたらね、あれいるかわかんないな、アサギマダラがね。まあでもこれいろいろ歩いてると多分いろんなのがいるんだろうね。多分これカブトムシだとかね、楽しみだね。じゃあ行きましょう。はい、これはまず資料を入れるのかな。あ、入れるんだ。一般、これか、2枚。はい。お、はい。お釣り。すごいね。こんな風に。はい、これでいきます。はい。はい、これから2人。はい、こんにちは。チケット。はい、いいんですか、これで。はい、どうも。はい、昆虫の森。あれや、ちょっとやってみようか。面白がっちゃって。俺はだから蝶々だよ、蝶々。蝶々でーす。実はね、これね、オスなんだよ。メスはね、こんな感じにね、黒いねのがないんだよね。ツマグロ、ヒョウモン。結構綺麗な蝶々。あれ？全然こう、ピントが合わないから難しいわ。あ、こっか。ピントが合わないからね。はい、これで。はい、これでもう近くで。わい、取れた。やっと取れたね。やっと綺麗に取れた。はい、ツマグロヒョウモンでございます。これはオスでございます。メスはね、こういう形じゃなくて、ああ、綺麗でしょ、これね。あら、やったね。あら、至近距離で。やったね。あら、綺麗に取れた。大成功。よっしゃ。ほら、俺のところに来た。よし、これぐらいにしとこう。これからあそこに入ります。多分ね、いっぱい蝶々がいると思う。日本の蝶々だけじゃなくて、おそらく南国のね、いろんなやつがいると思う。はい、ここでございます。昆虫観察館ね。なんてか知らんけど、こんなのがいる。子供がつきそうなね。よし、はい、ここに入ります。なんかね、シーンとしてて、あ、開いた。はい。ねえ。おお、来てた。あ、もうね、この辺はね、全部ね、俺知ってる。大丈夫、この辺はね、もう全部ね、こういうのも全部ね、自分でね、観察してね、全部知ってるから。ああ、でも立派だね、ここね。
いや驚いた。群馬県はいいとこやな。これは子供たち幸せもんだよ。ねえ、素晴らしいわ。もっと早く来ればよかったな。お前ら行かないと車乗せねえ。歩いてなんじゃこら。何これ雲。木村雲だ。すごい顔してるわ。早く行きやめよう。順路。まあこれはね、ここはすごくいいね。すごくよくできてる。本当に。ああ素晴らしいね。これは虫好きな人はもうハマっちゃうよ。ああね。これがアサギマダラね。こっちはガだよ。これもね、蝶々に見えるけど実はねガなんだよ。ね。蝶々に見せてる擬態してるわけ。ほんまにいるのかね。わからん。あ、いるいるいる。でっかいのは。でっかいのがいるよ、あそこにほら。ね。ね。日本で一番大きなクワガタだよ。ああ、これはいいね。うん。これすごいわ。ねえ、これ。これね、意外といないんだよ、エルタテハっていうのね。この辺はね、日本じゃないんだよ。日本産じゃない。これも日本産じゃない。あ、これは日本のガだ。これガだよ、ガ。ね。これも日本じゃないね。いろんなのがごちゃごちゃ入ってるね。あ、これアジアヨーロッパって書いてあるわ。ね。これはアジアオセアニア。これだよね、ほら。これすごく綺麗なんだよ。ねえ。これが、かで一番でかいやつ。与那国さん。ねえ。こんなカブトムシっていうか、これ、なんかすごいじゃん、これ。ねえ、このデザインが。こんなデザイン。こういう車作ればいいの、こういう車。ねえ。ああ、素晴らしいね。これはいいわ。うん。素晴らしい。これはね、ツノゼミって言ってね、すんごいね、デザインがね、なんでこんなデザインになってるのかなっていうぐらいね。これ多分ね、蜂に見せるのかな。わからんね、昆虫が考えてるとわけわからんよ。こんなのとかね。ね。これ。これ岐阜蝶ね。姫岐阜蝶だ。これ姫岐阜町は僕は4匹ぐらい持ってます。これカタクリのところにね、このカタクリだね、これカタクリのところに、これ食草だよね。長女ってね、食草が決まってるんですよ。不思議でしょね。ちゃんとね、食草決まって住み分けしてるんだよ。本当にねわけわからんね。本当にね、極めるとね、ものすごくわからんだよ。あ、いた、さっきのほら、これ、ツマグロヒョウモン、ね、さっき取ったやつ。これはオスね。メスないじゃん。ダメだよ、これ、メス入れとかないと。ね、これやった人ね、ちょっと抜けてるな。これのメスですって言って、ここに入れなきゃ。知らないじゃん。ね。
ここはね、ちょっとね、今日はね、温泉のね、途中で寄るわけだから、あれだけど、ここはもう最初からここに来るつもりでね、ずっと来たかったね。トンボもいいよね。トンボね、子供の頃にこのトンボのね、このトンボの飛行技術ね、ホバリング、ていくね、後ろ向ける。これね、地球上で最高のね、飛行物体。これぐらいの飛行ができる、人工的なね、飛行機はないね。まあ、ドローンがちょっとあるけど、水カマキリ。ああ、水カマキリもあるけど、このタガメがすごいんだよ。タガメ。タガメ、これこれ。このタガメっていうのはね、カエルも捕まえるからね。カエル捕まえるんだよ。すごいんだよ。子供喜ぶよ。あ、こっちか、温室。あれ、一周したんだ。ねえ。はい。よし。これは見られませんって書いてある。現在はいません。これもね、これ長崎揚げだね。これ妻黒標本、さっきのやつ。あ、これがね、滋賀家町ね。別名ね、こう地球に似てるからね、地球蝶って言うんだよ。これね、ものすごく頭のいい蝶々なの。ね。ああ、すごい。あ、こんな感じなんだ。ちょうど、この湿気も保ってるしね。おお。おお、すごい。なんか夜になったらホタルも出てきそうだな。鯉入ってるかね。入ってるね、うん、あ、いたいたいた。はい、第一町長、第一村人じゃないよ、第一町長発見。あ、これはね、沖縄によく、あ、あ、いたいた、あ、いたいた、あ、いるいる、ほら、おい、あ、なんだ、いっぱいいるじゃん、ほら。これね、沖縄にいっぱいいる蝶々、名前忘れたけどね。ああ、いるいる、おーおー、すごいすごい。いやー、ここは早く来たかったな。ねえ、ほら蝶々、うん、入るわ。青すぎや、あ、なんかすごい。本当に、ほら、おー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 、ここはすごいわ。うわ、ねえ、これはただの貴重ね、貴重。この蝶々は日本にいない、名前がわからない、あの蝶々、あれね、うん。ああ、これはあれだ、クジャクチョウだ。これクジャクチョウ。すごい。後ろの方に。すごい。いっぱいいる、いっぱいいる。いっぱいいる。ああ、この蝶々もね、これも日本にいないんだよね。これもね、キマダラ、あ、キマダラじゃないんだ。名前忘れたの。これ日本の蝶々じゃないんだよね。これ日本の蝶々じゃない。それもね、それはね、アサギマダラと同じ種類で。これに止まらないかね、これにね。
圧倒的にこの蝶々が多いんだね、やっぱりね。ねえ、でもこんなさ、蝶々がさ、なんていうのをこう、人間と仲良くなれるっていうのは、これ素晴らしいよね。これ見てるともう天国っていうか楽園だよ、楽園ね。え、蝶々が楽園にしてくれるよ。ほら、いっぱいいる、いっぱいいる。すごいわ。あ、アサギマダラ発見。いたいた。アサギマダラいた。あれ、あれ違うか。あ、違うね。アサギマダラに似てるけど違う。マダラかはマダラかだけど、あ、違う違う。これ違う違う。アサギマダラじゃない。ああ、この波長だ。おいおいおい、あ、これ、今止まってるやつ。この波長、この波長。止まっちゃった。うん、止まらせてていいよ。その裏がね、裏が葉っぱになってる。裏がね、葉っぱと同じ形してる。あ、これこれこれ、この波長、この波長。このね、表、裏側がね、ほら、葉っぱになってるでしょ。ほらほらほら。ほら、ほら。ね、葉っぱになってるでしょ、裏側が。葉っぱと同化してて分かんない。葉っぱと同化して分かんないじゃん。ね。すごい。あれがほら。すごい綺麗。青いの。青筋アギアね。綺麗。有名なね、青筋アギア。綺麗だね、青筋アギア。先生嬉しいでしょ。嬉しい。見てこの量。量すごいわ。でさ、ここの蝶々って人慣れしてて全然逃げないの。あ、それがすごいでしょ。すごいすごい。ああ、すごいすごい、すごいわ。すごいな。そうそう、2匹いる、2匹、そうそうそう。これすごいな。なんかえらい人慣れしとるな。ねえ。すごいわ。ねえ、そんなにしてる。あれも綺麗、すごい綺麗。ほら、あれだ。あの、妻貴重か。妻貴重だ。今の妻貴重だ、うん、あれね、鹿児島とかに何かにいるんだ、うん、日本でもね。あれ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 、妻貴重。ああ、俺初めて見た、うん、妻貴重を実際に見たのは初めて見た。天井まですごいね、うん、あれね、日本ではね、本当に鹿児島しかいないの。すごいな。初めて見たよ。実物に。違ってるわ。あ、違ってる。違ってる。
仲良くしてるね、蝶々が、うん、どっかにツナッチョが止まってるとこないかな、うん、ちらっとした、あ、これ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 、あれ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 、そうそうそう、あれあれ、ウィルスのとこ、そう、あれあれ、あれがツナッチョだよ。下に置いて止まればね、めちゃくちゃ綺麗なんだけどね、うん、ね、うん、そう、これほら、さっき言ったやつね、外で俺が一生懸命撮ってたやつね、ツマグロヒョウモンって言ってね、うん、なんか顔が変わってるだろ子供になっちゃってねえ、もう時間忘れるよ、本当に。こんなに見ると思わなかった、私。うん。すごいよ。あれ、アサギマダラに似てんだよな。違うけどね。アサギマダラがいないのかな。ちょっとまだあれかな。アサギマダラってさ、あの、旅してくるから、ここ閉めちゃえば入れないんじゃない？そうそう、閉めちゃえば入ってこないんだよね。うん、そうそう。いやー、楽しかった。ねえ、はい、はい、はい、なんかえらい扉があるぞ。ね、これね、これさっきのね、ツマグロヒョウモンね、これがオスで、こっちがメス、ね。でここにあるようにね、これがオスでこれがメスとかね、あ、これあれじゃん、さっきのほらコノハチョウ、うん、ね、で裏側がこの葉っぱ、葉っぱね、でこれがヒガキチョウ、うん、別名ね、地球のあれにね、等高線に出るぞ、等高線っていうのか、経線っていうのかね、地球チョウって、あ、これがアサギマダラ、アサギマダラね、あ、これなんて書いてある、これいっぱいいたぞ、読めない、大ゴマダラ、うん、あ、大ゴマダラか、あ、やっぱりこのゴマダラ蝶の種類だね、あ、これがね、さっき言ったね、似てるでしょ、これね、マダラ蝶の種類なんでね、あ、これカバマダラだ、これ有名なやつね、もう何万匹ってね、移動するやつね、これ、あ、これがね、さっき言ったね、これがね、アオスジアギハね、こっちがミカドアギハって、似てるでしょ、あ、でもあれか、さっきのはこっちだね、青筋アゲハだね、これがね、長崎アゲハでね、九州とかでいっぱいいるけど、ね、今はね、もう東京近辺というか伊豆とかね、あの辺までね、北上してるの、温暖化で、あ、これだよ、これほら、さっきのツマベニチョウってのね、ツマベニチョウ、ツマってここの先っちょをツマって言うんでね、ツマベニチョウって、これさっき言ったんで、初めて見たね、え、すごい、ああ、結構温室あんだね、全国にね、いろいろいろんなとこに蝶々のね、温室が、うん、足立区にもあるんじゃない、東京に、うん、あれよ、行かないと、行ってみなきゃ、うん、これもね、実は外国に住んでるんだけど、これね、日本にね、住み着き出したんだよ、俺も一回捕まえたことあるの、山梨で、これ赤星アゲハって言ったかな、忘れたな、いるね、ほら、これね、日本で繁殖し始めたんだよ、ね、これアサギマダラによく似てるんだよ、ね、これ今外だからね、これ今外で撮ってんだよ、これ
ほら、今ね、外で撮ってるよ。ね。おい、あそこにもいるじゃん。嘘。一緒？ほら、あそこにもいるじゃん。いるよ、さっきから。ね。笑っちゃうね、これ。はい。赤城自然園の今ここですがね、わしの目的はね、実はねここなんですよ。ここアップしてね、アサギマダラ、ここにアサギマダラがいっぱいいて、ここを見るためにここに来たようなもんだね。はいはい、いるといいね、アサギマダラがね。はいはい、赤城自然公園の10番ね、お花畑、ここにね10月頃にアサギマダラがいっぱいね飛んでくるんですよ。で今ね9月の初めだからね、いないだけど多分ね 2,3 匹はいるかと思って今から行きます。はい、あそこね、ちょっとパンして、あれほら、あのね花、白いのがあるでしょ、あれがね藤バカマね、あの花に寄ってくるんだよ。もしくは四つ葉ひよどりって変な名前ね、鳥の名前みたいなね、そこの花に寄ってくるのがアサギマダラの。だけど花が咲いてるからなんかいそうな気もしないでもないね。 2,3 匹でもいればね OK です。なりたいけどね、ねえ、これほらこうすごい お花畑、もう全部ね、これ蝶々の大好物だよ。氷紋蝶とかね、いっぱい来て良さそうなんだけど、氷紋蝶もいないね。なんでやろうか。あ、氷紋蝶はいるわ。あそこに。遠いけどね。あそこにいるでしょ、氷紋蝶ね。あ、あれ？あ、やっぱり氷紋蝶だな。氷紋蝶だ。残念。ねえ、ほぼ氷紋蝶ばっかりだよ。クジャク蝶とかね、大浦銀氷紋とかね、そういうのがいれば嬉しいんだけど、そういうのはいないな。ほとんどツマグロヒョウモンだな、これ。ねえ、ヒョウモンチョばっかりだね。ねえ、チョウチョが好き。ねえ、クジャクチョウなんていないの？し、わかんない。嫌いじゃないな。うん。あの2匹すごい綺麗だよ。綺麗だよね、あれね。うん、2匹今止まってるけどね。うん、おお、あ、2匹。あ、今ちょうどチャンスだな、2匹な。シャッターチャンス、2匹いるからね。はい、氷紋蝶です。あ、逃げた。おお、近くに来た。はい、氷紋蝶です。すぐ近くにいます。